さあワンアウトランナー二塁三塁と今度は一塁が空きます。ドラゴンズ内野手は前進守備、その前進守備の上を抜けていきました。秋広、二塁ランナー岡本は三塁を蹴ってホームへ、帰ってきません。ジャイアンツ先制、秋広が打ちました。大声援の東京ドーム、背番号55番が5番起用、その期待に応えます。笑顔がはじけるジャイアンツナイン。清水さん、このバッティングいかがですか。いやもう見事ですよね、まあ、やっぱりランナーがサードに行ったというのが大きかったかなと思いますね、フォークボールに対して今のも強振してないですもんね。ある程度パチンという形で捉えたら、まあ、結果が出るという中でね、はい、まあ、それにしても、まあ、その状況に応じたバッティングができるだとか、そういったところも含めてね、もう見事なバッティングでしたね。右手を突き上げた原監督もこの拍手。いいから、あ、まっすぐ2、3塁になったというところでね、まあ、ある程度こうミートすればというところだったと思うんですよね、まあ、そこで強振することなくきっちり捉えてタイムリーというところで、まあ、本当にこう、まあ、原監督が望む結果といいますかね、はい、華麗な流し打ちは左中間真っ二つ。二塁ランナーブリンストンは悠々ホームに、一塁ランナー大城も三塁を蹴った、帰ってきました。4点目、ジャイアンツ大きな大きな追加点、この回一気に4得点。今日はヤングジャイアンツが躍動します。秋広の2点タイムリーに加えてルーキーの門脇、門脇も続きました。清水さん、このバッティングいかがですか。まあ、こういった部分じゃないかなと思うんですよね、その変化してきたところというのが今、まあ、若干甘く入ってきたとはいえ、はい、強いまっすぐだったんですけど、まあ、これまでっていうのは空いたボールをファウルにしてしまっているケース多かったと思うんですよね、はい、まあ、ただ今ねボール先行カウントからのゾーンに入ってきたまっすぐをきっちり捉えたというところでね、まあ、非常にこう成長の跡が感じられるといいますかね、もう見事でしたね。でも1本を期待しての5番起用でしょうから、昇格という表現をしていましたもんね。まあ、見事でしたよね。普段は岡本の前に和真さんがいるから楽に打てると言っていた秋広ですが、今日はその岡本が申告敬遠で歩かされた後に自らのバットで先制点を生み出しました。そしてこの門脇の左中間のツーベース、原監督もこの拍手を送ります。まあ、この一本も大きいですよね。やっぱりこう